木造アパートでどれくらい響くの？どうもマサックです。以前住んでいたお部屋が木造アパートの1階部分だったんですけれども、結構他の動画にもご紹介しましたが、音がうるさいんだな本当にね、俺みたいな神経質な人にとっては入居してからしばらくの間は音に対してすごく敏感で結構イライラしたなっていうのが正直なところありました。まあでもね、人間不思議なものでね、すごく慣れていくんでね、その後は別に特になんとも思わなくなったんですけれども、実際ねどれくらい響くのっていうのをね、やっぱ住んでみないとわからないというところもあるんで、そのガチャ感覚ね、木造ガチャ感覚をね、なんとかですね皆さんにですねなくしてあげたい、取っ払ってあげたいというところで、私木造住宅の1階に住んでいた時にですね、音を取っておきました。どれくらい響くのかというところをご紹介しようかなって思います。なのでこの動画はですね、初めてね木造アパートとかに住んでみたいんだけれども、まあ、家賃を抑えてね安いところに住みたいんだけれども、実際ね騒音とか結構気になるななんていう人にとってね、参考になれば幸いでございます。じゃあ実際にどれくらいね音が響くのかっていうところなんだけれども、まずですね、俺が住んでいたのはその木造の1階だったんだよね。でその2階に住む人が足音をドタドタなんかするような人だったのかはちょっとわからないんだけれども、普通に歩いてても結構響くんじゃないかなとは思うので、その人がかなりドタドタ歩くかどうかはちょっとわかんないんですけれども、実際にこれぐらい響くよっていうところをご紹介しようかなと思います。まずこれね、ちょっと天井に向け取ってるんだけれども、ちょっとここね音を上げるかね、ちょっとね聞こえづらい人はね音を上げてから聞いてみてください。今ちょっと聞こえたかな、ちょっとこれドンドンっていう音ね、あれがまあ普通にね上の人が歩いてる音になります。続いてこちら、今のは結構はっきりとねドンって音が聞こえたんじゃないかなと思います。これぐらいやっぱりね響くんだよね。だから最初は本当結構神経質になってたね。まあ自分がただ深夜1時ぐらいとかまで結構起きてるパターンがあったんで、早めに自分が寝る人で上の人が夜遅くまで起きてるっていうパターンだと、もう足音とかはね結構響いて寝づらいなとか、そうやって思っちゃう可能性は十分にあると思う。続いてこちら、はい、最後見ていただいたのは上の方が掃除機をかける時の音ですね。まあ掃除機をかける機械の音ももちろん、そのね掃除機がねこう角にね壁にドンって当たる音とかもはっきりとねこんな感じに聞こえます。今動画で撮ってると小さく聞こえる場合もあるんですけれども、実際に聞く感覚としてはもうちょっとね一段落ちょっと大きいような、そんな音に聞こえるよっていうのを覚えておいた方がいいかなと。結構大きく響きますね。で特に上の方はね朝8時ぐらいから掃除機をかける人でして、自分がねその8時というよりか8時半ぐらい起きる人間なんで、あの8時からちょっとかけられるとね、その目覚ましが鳴る前からですねこの音で目が覚めるっていうところで、非常にまあ不快ではあったんですけれども、まあとはいえねやっぱその分木造アパートですし、やっぱ安いですから、やっぱ安さと住居の質というか作りとか建物の構造の作りとかは結構比例してくるかなと思うんで、そこはね仕方ないかなと思ってたら、まあ次第に慣れていってね何も気にならなくなったんですけれども、実際にこれぐらい響くよっていうことだけはまあもうねご理解いただけたんじゃないでしょうか。はい、ということで今回はですね、まあ、木造アパートに住んでいた時の、まあ、実際のね掃除機の音とかね足音ってどれくらい響くかっていうところをご紹介しました。騒音っていう風に言うレベルではないんですけれども、まあ、実際に人に、まあ、その音の響き方とか感じ方ってやっぱ人それぞれだから、最初もちろん俺もねそのさっき言ったけど神経質だったから、その音がすごくねイライラしてたから、まあ本当に人によってはそれがねイライラがずっと我慢できない状態まで続いてって、まあ、それがいわゆる騒音になるっていうパターンもある。
で、まあ、そこはね本当人の塩梅によって十分変わるかと思うんですけど、実際これくらいはね、結構響くんだなっていうところをね念頭に置いた状態でね家探しとかしてみると、まあ、木造やっぱり自分は音が気になるタイプだから、どうしてもね音が気になってセンシティブな人間だから、そこをやっぱ木造住むのやめようとかっていうね、判断にもなるでしょうし、これくらいだったら別にいいわって、安ければとにかくいいっていうね、なんかアクセスとか交通の便がいいんだったら木造でもいいやってね、これぐらいの音でも別にいいやって思うんであれば木造に住んでもいいのかななんて思います。ちなみに僕が今住んでるのはですね、引っ越したのがですね、まあ南梁鉄骨になるんですよね。で南梁鉄骨もそんなにね木造と大した音変わんないよなんて言われてたんですけれども、まあ今住んでる方はね隣の方とね間取りが違くて、隣がね壁を面して隣がちょっと収納、相手の部屋の収納棚とかリビングがちょっと違うところね、自分の廊下のところと繋がってたりとかするんで、そんなにね音っていうのはしませんし、上に住んでる人もおそらく間取りが違うのか分かんないですけれども、特に足音なんかも響かないので、まあ南梁鉄骨も別にいいんじゃないかななんていうのは個人的に思いました。もし参考になったらいいねとかチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さよなら。